9月20日、中国外文局アジア太平洋センター中国駐日本大使館日本科学協会が共催したパンダ杯全日本青年作文コンク一流2024訪中団総公開及び10周年記念文集発表会が東京で開催されました。中国駐日本大使館講師の司令氏、日本科学協会会長の高橋忠正氏、中国外文局アジア太平洋センター東京支局長の呉文錦氏、そして訪中する若者たちや招待されたゲストを含む約100人が出席しました。我们就等于说是想着说多去做一些青年的工作，让更多的青年朋友去了解我们的中国。我觉得这十年来最大的一个感受呢，首先是不管中日关系它到底是好还是坏，我们这十年从来没有间断过我们的征稿工作，而且我们也可以看到很多的日本青年朋友对于我与中国这个话题特别感兴趣。最初はやっぱりなかなか知れ渡ってないので人数が少なかったんですけど、今年はもう1014も応募がありましてね、この日中の関係があんまり良くない時でもね、すごく関心が高いのが分かりますね。で皆さんのね作文をこう拝見すると、まあもういろんな視点からね、こう日中の問題を捉えてて、すごくねそれを見てると安心します。中国の技術科学だったりとか、あとはまあその日本の、これまで支えてきた産業とかっていうのの関連性についてですね、まあお互いにいろいろな分野で高め合えたらなっていうところをまあテーマに発表させてもらいました。もともと蘇州の方ですごい水の都みたいなところに行くんで、そこでいろいろな建築物だったり住んでる方々がどういうふうに生活してるのかとか、どんな服を着てるのかっていうのを見てみたいなと思ってます。